2014年のナムショーで発売されたトム・アンダーソンのショートレイブンをご紹介します。ギターのルックスは非常にシンプルで、ハリー・メイプルのネックですね。でスケールはミディアムスケールになってます。シェイプはですねすっきりめの、C タイプと言っていいと思います。ネックサイドも非常にこう丸みがかけられておりヴィンテージギターのような弾きやすさがあります。フレットはジャンボタイプが、打ってありもちろんバジーフェントのチューニングシステムが落とし込まれています。ペグもですね、後ろからこう回し込んで締めるタイプのロック式ペグになっています。アッセンブリー関係の説明をします。ピックアップはスタックタイプのハンバッカーが搭載されています。ルックス的にはこう P90 のような、シングルタイプなんですけども上下にコイルが、ボビンがこう巻かれていて、ハンバッカー構造になっています。まあ、コントローラーシンプルにボリュームトーンでこのスイッチが、ピックアップのシリーズパラレルを切り替えるスイッチ、こちらのスイッチが、フロントミックスリアとピックアップを切り替えるスイッチになっています。シリーズは、2つのコイルが直列に接続された状態でフルパワーの状態です。こちらのパラレル、これが一般的なハンバッカーと同じ構造になりまして、2つのコイルが、並列に接続されます。フロントでも同じことが言えますね。こちらが、シリーズです。こちらがパラレルです。特徴的なポイントはあとこのブリッジが、トム・アンダーソンオリジナルの、ブリッジになってまして、クロームヴィンテージトレモロというブリッジなんですけども、ちょうどこの弦の乗る、サドルのですね弦の乗るこのエッジの部分の下がですね、まあ、普通のこう金属系の素材ではないものが入っていて、このおかげでちょっとアタックに太さというか甘さがあります。これもこのギターの特徴的づけるポイントだと思います。イメージ的にはこう結構ブライトなサウンドのするギターのイメージがあるんですけども、ピックアップの音は確かにちょっとブライトな傾向でクリーンで出力自体も下がっているんですけども、ギターの生鳴りがもうすでにこう太さというか甘さがあるので、歌物のバッキングとかには非常に使いやすく、まあ、ソロをとってもですね音のデコボコした感じがなくて非常に精度の高いトム・アンダーソンらしいレベルが感じられるギターだというふうに思います。